扇風機が。この子が飛び跳ねるんだよね。今は別にいいか。イエイイエイ、薬剤師目指して頑張る。おお、頑張ってください。やっぱり薬ってね大事なんで、あの人間人生で一回は薬使うんでね頑張ってください。すごいいいお仕事ですね。リーナ組、リーナちゃんこんにちは。こんにちは。待って、かわいすぎる、なんだありがとう。こんにちは、リーナ。無理やりですねまあ今晩リーナも無理やりか。肩なんかスケルトンです。ついに、そう、クルリンパツインです。なんかピョンとしてる、ここ。まあいいや。こんにちは。お仕事ご苦労様です。ご苦労様です。仕事頑張ってください。頑張ります。扇風機に向かってあーってやる。それはね、小学3年生ぐらいまでやってたかな。ショールーム配信お願いします。やってます、今。今日もカメラありがとう。結婚してかける1。あ、逮捕です。逮捕です。新しい。そうですね。あれ、今日ツインテールか。お前さんよく似合うな。お前さん似合う。よかった。ありがとう。ジョルマ配信ありがとう。こちらこそ見に来てくれてありがとうございます。肩破れてるよ。破ってあるんですよね。破ってあるものを買ったんですよ。こんにちは。SK 大好き。いいですね。ひーちゃんおかえり。おかえりなの？あ、ただいまっていう感じ？ただいま。え、ちょっとさ、言いたいんだけどさ、あの、モノモス。モモニにモノモス。あの、リーナの誕生日知ってる？リーナの誕生日知らないよね、絶対。なんか最近さ、投稿にさ、リーナ省かれてる気がするんだけど、気のせいかな。絶対それさ、リーゼロだよ、リーゼロ。リーゼロ。モモニリーゼロ。ちょっとさ、誕生日ぐらいはね覚えてもらわないとね。本当に本当に3人一緒なんですよ。よくないですよ本当に。ノルカリ、ちょっともう慣れました久しぶり配信見れた。久しぶり。こんにちはかな。こんにちはだね。まだ4時や。こんにちはか。ちょっと分かりにくいね。4時ってどうなんだろう。今日は肩出しの服。そうです、暑いんで。やっぱり扇風機ないと暑いけど、うるさいんだよね。こんにちは。こんにちは。かわいいねありがとう。猫背がけ1、逮捕です。服かわいい、かわいい。今日は Wi-Fi 大丈夫か。今日はね、電子レンジ使ってないので服爆買いしたので送りつけますね。サンリオグッズ早く届け。え、送ってくれた。え、嬉しい。服爆買いしてくれたってことは、リーナに送りつけてくれるってことは。やった。ちょっと撤収あまりにもないんでちょっとあまりにもないんで嬉しいです。ありがとうございます。本当にもうあまりにも服がないんですよね夏服が特になくて、この夏よく
乗り切れたなって、まあ、まだ終わってないですけどね、もう半分ぐらい終わったじゃないですか。よく乗り切れたなって本当に思います。でもね、冬もねあんまなんですよ。前髪なんかおかしい？え、別におかしくはないかな。別にリボ、今日は幼くて可愛い子、ありがとう。あれだからかな、ツインテールなんで。佐田加穂さんみたいなスケトン、スケトン、スケルトン、スケルトンですね。佐田加穂さんはもっと大人ですよ。録画します。はい、この後ね、パンってした後ね。こんにちは、こんにちは。結婚したかける10、どうしようかな。うーん、暑いの阻止で本当にもう嫌です。そろそろね、冬を急げですよ。本当に冬よ、何よりも急いでくれ本当にもう冬急いでほしいですよね。リナだけかもしれないけど、ちょっと扇風機うるさいし、なんか静かなさ音のやつ買っても扇風機うるさいんですよ。なんでちょっと早くね、冬来てほしいです。肩出して出してます。暑くてこまりーちゃん、暑くてこまりーちゃん、本当にそうだよ。今から俺はドラム練習をガキンチョリーナの配信を見ながらやる。ガキンチョリーナ、そうですよ、だって14歳ですもん。ガキンチョですよ、当たり前のことですね。ゼロどころかマイナス、マイナスか、マイナスだよ、マイナス100、 D マイナス100。アンズノア覚えた、アンズノアっていうか同じなんですよ。だからアンズノア覚えた時点でもうリナとサックは覚えてるんです。15歳になられる、そうだよ。それはリナ組としてはあかん、あかんですよ、非常に遺憾です。9月21覚えない、覚えろ。言い訳せずに覚えるんだ、弱音吐くな辛抱ですね。はあ、かわいい、ありがとう。来月20日に誕生日、そうだよ、よく覚えてたねこんにちは。今日は早い時間だねって思ったらまだ夏休み。そうですよ、チーム E の新公演で好きな曲、やっぱりタンオシシンドロームですね。あと声出していこうぜも大好きです。私キャキャキャワインも可愛い。ももやくさんのひろゆき動画ですね、りーちゃん。そうですよね、本当にダメですよ何忘れとんねん本当に何忘れとんねん。最初腕鳴らしとしてメガリスという曲をしてくる。おお、いいじゃないですか、腕鳴らしなんだ細かいことはちょっと分かりませんが、頑張ってください。今週の日曜日にゼップディダイバーダイバーシティでライブがある。そうですよ、今週の日曜日、早っ、早いね。完全に私の趣味を詰め込ん星、これ案件だったらごめん、なんだ詰め込む、ちょっと星のせいで分かんないやリナサランヘ、サランヘって何、バイバイみたいな意味、サランヘ、かわいい、ありがとう。あ、星さんや杉本さんかな、 Wi-Fi がなくて音声が聞こえません。そうなんですねっていう言い訳ですよね。あれでしょ、リーナの誕生日を知らなくてとぼけてるんでしょ。知ってますよ、私全部知ってます、全部お見通しです。 Wi-Fi がなくて音声が聞こえません。あ、さっき読んだか、ダメだよ、言い訳を2回も読んじゃったリーナフォローありがとうございます。冬は寒くてやだ、冬ね、いいじゃん、寒いのはさ別にさ暑いの着ればいいじゃん、それで解決ですよ。雪が降らなきゃ冬はいい、
え、雪いいじゃん。雪遊び大好きよ、リーナ。ゆきとやりーちゃん大好きなテストある。あ、そっかそっかそっか、忘れてたわ。なんか冬も屋根になってきたかも。それ宿題終わった？終わってないですね。同じ日に生誕する。いや多分ね、日程はずらすと思います。35から38巻読むの早い。え、でもマジでいい。え、ちょっとマジ持ってきたマジで持ってきた。え、なんかもうやばいよね普通に。え、なんかもうやばい、やばいの一言でしか表せないぐらい本当にやばい。なんかもうリーナ、この人生に悔いないです。本当にもう大丈夫です私ってぐらい、本当に本当にもうそれぐらいいいです。もうこれ読めただけでリーナもういいんですよ。もうね、なんでもいいです。もう本当に、え、あ、35、伊豆くんですね。いやー、リーナね、これ見てね、あれ、あのみ誰だっけ、み、あのうさぎの子、名前忘れちゃったな。みんな、あのあんま興味ない子の名前忘れちゃうんですよ。な、何だっけこの子、みーこみたいな、ちょっと忘れちゃったんですけど、誰だっけ、ミルコ、ミルコだっけ、ミルコな気がするんだけど、多分ミルコ、ミルコいいですよね。ね、ここはまあ普通じゃん。え、でもマジで、あの35巻はあのとぞろきくんの回なんですよ。とぞろきくんのとダビの回、ほとんどね、最後らへんが、なんでもう最高です。で36いくっしょ。え、これ見てちょっとやばくない、見てこの兄弟のショット、やばくない。とぞろきくんいるやん、もう推しいるからもう勝ち確定やん。でさらに推しの兄がいるっていう、この最高なさ状況をみんなさ、そんな素晴らしいと思わないでしょ。マジでいいですよ。まあなんか後ろにイヤホンジャックいますけど、別にまあイヤホンジャックはイヤホンジャックですね。え、これはねちょっとさ、ダビに引っ込んでほしいですね。早く引っ込んでほしい。あとね、なんかね中にね、夏コミっていうのが挟まってて、なんかステッカーついてるんですよ。このね、このステッカーをね、とぞろきくんはね、やっぱりどっかに貼りたいですよね。まあどっかに貼ります。まあこんな感じやん。で、え、こっからやばい、激アツ、あの本当に激アツすぎてやばい。なんかこっからは37巻は、なんかデクくんいるんですけど、え、これ本当にやばい、なんかもうやばいよ。え、多分あれだよね、爆豪の回だよね。あれ36の最後が爆豪の回かな。やばいよ本当に、なんかもう熱くなってきたな熱くなってきた本当に。なんかもうヴィラン側の気持ちもちょっと分かっちゃう。なんかちょっとね、ここでもうなんか轟くん推しだけど、他の子もやっぱりちゃんとなんかいろいろ物語、一人一人のストーリーがあるんだなって思って、いや、いいですよね。でもマジここでデクマジ頑張れって思いました。本当にパワーもらえます。で、これトガちゃんやん、後ろはカラスですね。まあ、カラスも頑張ってますよね。カラスの幼少期のさ、イラストがめっちゃ可愛くてさ、お気に入りです。あとなんかトガちゃんいます。え、これランダムなのかな、違うよね。あ、ここはあれですよ、ヴィランが、元ヴィランが
協力してくれるっていう。これさ38巻のね最後やばいよ。これネタバレになっちゃうからちょっと一旦みんな見落としといて。やばい、オールマイトが私が来たって言うんですよ。もう無個性なのに、オールマイト無個性なのに私が来たって言って参戦するんですよ、戦いに。やばくない？これなんかもう胸熱すぎてやばいよね普通に。でも本当にもうね37巻と38巻だけはもう私が死ぬ時にもう持ってたいなって思いました。本当にもう抱えてたいですって思いました。本当に抱えてます。絶対抱えてる。いやこれはマジでありがとうございます。本当にもうねちょっとさ、これなんかめっちゃ本あるなって思って、まさか届くと思ってなかったから、何の本やろみたいな、なんか人間関係の本かなとか思ってたのね。最初杉本って来てて、これなんだろうって思ってみたら、ヒロアカで、なんかもうね一言で言うとやばくて、二言で言うともう心臓止まりました。本当にあとあれですよ、声出していこうぜのなんかアルバムもらって。まあ正直やっぱりあれですよ、えファンじゃないのって思っちゃったんですけど。SKE の人に SKE のね CD を渡すっていう異様な光景をさ自分が体験してすごいびっくりしたんですけど。やっぱりファンだったらさ自分で持つやん。だからちょっとそこはなんでって思っちゃったんですけど、なんとね生写真が大岡さんで、やばくないですか。あ見せていいよね、きっといいです。なんかもうこれ本当に、なんか大岡さんって分かってて送ってくれました。中身大岡さんっていうのを分かってリーナに送りました。いや分かって送ってなかったらさ、なんかもう地引きすごくねって思ってびっくりしたんだけど、激かわすぎる大岡さん。しかもさ今のリナと一緒の肩出しなんですけど、おそろっち激カワですよ本当に。いやこれ本当地引きなのリーナ、それが一生疑問なんですけど、正直に言ってほしい。自分大岡さんが出たからあげたのか、単純にあの単純に送ったらリーナが地引きしちゃったのか、これ本当に聞きたい。リーナ最近本当にもうさランダムで押し出ない率がさもう、ね、年々落ち込んでて、リーナ本当にもうどんどん押しが出ないんですよ。どんどんっていうかもう本当に出ないんです押しが。だってヒロアカなんてさめちゃくちゃやりました。私今まで何回やった、もう10回以上はやってますよ。私20回以上もやってる、30回ぐらいやったとして、わかんないそんな覚えてないけど、めちゃくちゃやりましたよ。やったとしてさ1回も出てないんですよ、トドラキくん。ちょっとこれやるせないですよね。でも大岡さん出たんですよ。これなんか自分の運なのか、まあ結局自分の運じゃないかもしれんけど、運なのかそれを送ったのかっていうのをマジで聞きたいです。教えてください。これガチで。あとなんかさ手紙送ってくれたけどさ、15歳おめでとうって書いちゃったんですよ手紙に。手紙にね15歳の誕生日おめでとうみたいな書いてあって、1行目見たらなんでちょっと一応読むのやめてます。
ちょっと気まずって思って、まだ15歳じゃないんでなんでちょっと15歳になったら読みますね。結構気まずいよね、15歳じゃないのに15歳おめでとうっていうのがさ書いてあったからさ、あれリナ15歳だったっけと思ってびっくりしましたよね。そういえばなんか年といえばさ、リナ前回のさウィーアーでさ前回のウィーアーで中学2年生って言ったよねリーナ。え、なんか本当にさ自分でもさ本当にナチュラルに中学2年生って言ってて本当に本当にもう何も考えずに年齢言おうって思って年齢言ったら中学2年生ってリーナが言ってて自分でびっくりしちゃって、で結構ね迷った、その後あれリーナって中学何年生だっけって思ってめっちゃ迷っちゃってびっくりした。え、なんかもう本当に普通に中学2年生ってリーナの口が言ってたから、なんか今まで中学2年生って言ってないかすごい不安になったえ、大丈夫なんかな、なんか疲れてたんかなリーナ。普通にびっくりした、なんで中学2年生って言っちゃったんだろうって思って、っていうのはちょっと置いといてあとあれですよ、あのお花もらいました。私めっちゃ可愛くない？すごい可愛い。杉本リーナさん、手をつなぎながら公演出演、劇場デビュー1周年おめでとうございます。リーナ組一同ありがとう。これ正直誰がやってくれてんのか分かんないんだけどさ、あれかな、なんかさいるやん、リーナ杉本リーナ応援赤みたいな、その人がなんかさいろいろ計画してくれてるじゃんね、生誕のなんか手紙みたいなのさ、なんかイラストなんかやってくれたりさ、あれミキが漏れてたなんかリーナ濡らしちゃったかなって思ったら漏れてたわ。めちゃくちゃ可愛くないですか。え、でもなんかリーナさ一番最初にこの花もらって思ったのがさ、サイリウムカラーを赤ピンク白にしてよかったって思いました。本当に赤ピンク白ってさめっちゃ可愛くない、花の色としてさめっちゃ可愛くて、この組み合わせ最高だなって。え、しかもさトドロキくんいるよ、リーナの一番好きなピンク色とトドロキくんいるんですよ。え、これ何、なんかすごくない、とどろきくんいるんですけど、普通にすごいよね。そこにちょっと私運命感じました。このさ色合いも天才的じゃないですか、このさ境目激かわすぎる。ありがとうございます。誰かわからないリーナ組一同さん、ぜひ名乗り出て感謝を申し上げたいっていう気持ちもあるんですけどでもあえてあれですよね、あえて名乗り出ないっていう作戦ですもんね多分。なんで別に言いませんけど、あの生誕もありがとうございます。もう私のおすすめとしてはあのサックみたいにね、あの写真載せるのがおすすめだと思ってます。あの生誕のさやつ、写真リーナの写真つけつつ宣伝した方があのいいと思いました私はごめんなさい、なんかこの立場で物申しちゃって、でもありがとうございます。すごいね、嬉しいです。え、同一人物なのかな、そのさいろいろ杉本リーナ応援企画の人とさこのリーナ組一同のやつ、一番最初お花届いた時にさ運営さんかと思ってたんだよね、やってくれてるの。生誕のやつも全部運営さんがやってくれてると思ってたけどそうじゃないもんね、本当にすごい誰の生誕祭に行こうかな、それはリーナでしょ。名前じゃない、誕生日間違えた罪は大きいですよ。特会もその分たくさん来なきゃいけないし、生誕もあの一番最初に来てください。本当にね、はぶられたのは根に持ちます、本当そうだよ。でリーナ根に持つタイプなんですよ、すごい
あの一生覚えてます本当に。完全に私の好みで選んだ。一つだけめちゃくちゃシャンが着てそうなやつも買った。でも絶対センスいいじゃん。あの見るからに分かります、センスいいの。楽しみにしてますりーちゃんの誕生日はアンズと同じ、覚えました。覚えてみんな、書いてありますから見てよSK 大好き、いいじゃないですか。私も大好きです。お疲れ様です、ありがとうございます。こちらこそ。あれ、コメントがめっちゃ後ろに遡っちゃった。あれ、どっか行っちゃった。あ、ちょっと待って、昨日の話になるけど、大岡さんの写真仕込んでないですよ。え、本当本当、え、声出していこうぜ。え、本当ですか。え、なんか正直に言ってほしい。見たなら見たって言って、あのどうせバレるね。見たなら見たって言ってください。本当なの、本当に仕込んでないの。え、それさ、リーナだから轟くん当たんない、もしかして。大岡さん当てたやん、激強じゃん。激強のさ、大岡さん当てたやん、リーナ。激強の大岡さん当てたから轟くんが出ないのか、そういうことか。今理解したわ。人生ってさ、プラマイゼロって言うんですよ。大岡さんでプラスを取りすぎたから、リーナは何回ランダムを引いても轟くんが出ないんだ。ちょっと今理解しました。すごっ、リーナすごっ。 SK ファンの特性あるかもしれん、リーナすごいじゃん。地引きしたってこと？それはもう私すごいですねやった、ありがとうございます。それはびっくりよね、普通に、うん、びっくりしたもん。京子たちにさ見せてさ、え、なんか大岡さんだったんだけどみたいな。で、地引き強とかめっちゃ言われてさ、でも仕込んだんじゃないかなって思ったけど、マジすごいじゃん。サランヘヨを愛してる、あ、そうだったのまあ、さよならってことね、サランヘヨとか言ってたわごめんね。あ、聞いて、アイリーナゼップ3列目来た。おお、すごいじゃん、よかったなよかったな、3列目。サランヘはラブって意味、ヨは何ですか、ラブヨってこと、好きよみたいな。ハートありがとう。8月あと10日で終わり、そう、本当にもうなんかやばい、もうね、やっていけないですよ。そんな誕生日忘れると永遠に言われ続けるパターン、そうですよ。リーナの誕生日が来るたびに、あ、忘れてたでしょ、忘れてたでしょって一緒に言われますよ。あなたが、あのリーナがね、アイドルをもし5年続けたとしたら5年間言われ続けますあの覚悟しといてください。名字がセンシティブかなんかね、なんかセンシティブにされてます私冬はリーちゃんの大好きな桑田さんなどの虫さんが冬眠しますよね。バイバイします。マジで持ってきた、持ってきましたよ本当に。あれです、あのお花のね説明ができてなかったので持ってきました。あ、やっぱりミルコでよかった。マルコ、マルコは違います。私ね、タイにいた時マルコちゃんって呼ばれてたんだよね。髪がマルコちゃんでさ、ポンポンって、なんかマルコちゃんって呼ばれてたんですよ私。ジャンプ強め、ジャンプ、ジャンプです。トドロキとやらにお兄さんいるのは知り、ほんと？え、トドロキとやらはね、お兄ちゃんもお姉ちゃんもいますよ。でも一番末っ子です。え、末っ子でさあんなクールさやばくない？普通に、え、末っ子なのにあんなクール。でもさ、末っ子だけどさ、あの子ね甘えるってことを知らないんですよ。
ね、やっぱり成功だけど一人っ子みたいなもんなんですよ、育てられ方が。なんで、まあ、なんか末っ子でかつなんか本当に末っ子として育てられたら、まあ、よかったですよね。よりステッカーなんて入ってるの？知ってた知ってたんかい知ってたなら聞くな。シールは冷蔵庫に、なんで冷蔵庫に入れるんですか。シャンによりヒロアカの読書感想文かわいい。え、マジで、なんか読書感想文あったら絶対ヒロアカ書くんだけど、もっと前に出会ってればよかった。もうリーナ盛大に感想書くわ。トドロキくんがやばすぎるで、もう原稿紙5枚ぐらい埋めます高見ひみこ見れば見るほど苦手になるわ。本当？いやー、戸賀ひみこちゃんはね、なんか本当にもう悲しいんだよ。ひみこちゃんが言ってたさ、ヒーロー側には正義、ヒーロー側にも正義はあるけどヴィランにも正義があるっていうのがね、なんかもう確かにって思って、ちょっとねひみこちゃん憎めないんですよ。確かにって思って、考え方が違うんだよね。ヴィランはヴィランでさ、なんか世界を壊したいとかさ、そういう思いがあるわけじゃん。でヴィランにとってはそれが正義なのよ。その世界を壊すっていうのが正義なんですよ、ヴィランにとっての。そういう価値観の人間たちの集まりなのよ。でもさ、ヒーローたちはまあ世界を救いたいっていう真逆の考え方が正義だと思ってるので、多くの人々はそのヒーローの方の価値観を持ってる人間が多いんですよ。だから一般的にそっちが正義って言われるけど、ちゃんとヴィランにも正義があるんですよ。ちょっとこれね、なんかもう何とも言えないですよね。確かにって思って、ひみこちゃんってねかわいそうなんですよ本当に。でもマジでなんかもうひみこちゃん、ひみこちゃんのね全部をちょっとみんなに見てほしいです本当に。ひみこちゃんがさ、デクをさ気になってる理由ってみんな知ってます？ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないんで、嫌な人はちょっとミュートしてもらいたいんですけど、ひみこちゃんはあれなんですよ、昔小学校とかかな、中学校とか学生時代の頃、あ今も学生か、まあ、ちっちゃい頃に好きだった男の子がいるんですよ。でその子がめちゃくちゃデクに似てるんですよ。だからデクのことを気になってるんですよ、ひみこちゃんは。でそのちっちゃい頃好きだったデクに似てる子は、子に怖いって思われちゃって、で何年後かに出会ったその好きだった人に似てるデクにも怖いって思われちゃってるのがなんか残酷ですよね。ひみこちゃんってなんかもうひみこちゃんねかわいそうですよ本当に。本当にね納得できちゃうもん、いろいろ。かといってヴィランってね本当になんかさ、やっぱりみんなさ赤ちゃんの頃から悪なわけじゃないんだって。赤ちゃんの頃はみんなねちゃんとしてるんですよ。でもやっぱり周りの環境次第で変わっていくんですよ人って。ヴィランがもうその例ですよ。環境でも性格も全部変わるんですよ、生活も性格も。それ似てるけど全部変わるんですよ。なんかそういうこともさ、ちょっとそういう深いとこまで知れるのがヒロアカなんですよねやっぱり環境、周りの環境って大事だなって思いますよね、ヴィラン見てると。既婚者かける1、逮捕です。こんにちは。こっち側で音消すの死ぬさあそっちで消してもらって無個性でも強そう。まあね、トレーニングはしてるけど、でもねあんなにヒョロヒョロだったらさ言っちゃ悪いけどね、あんなにヒョロヒョロだったらね、やっぱり私の目的、私の狙いとしてはちょっとねエリちゃんに来てほしいな。
だってさ、実際にさ、エリちゃんがさ、ミリオ、トウガタミリオのさ個性戻したじゃん。だからちょっとエリちゃんの力を使ってみんな全盛期の時代に戻してあげてほしい。相沢先生も戻してあげてほしい。マジもう今のリーナの頼りはエリちゃんとゾロキくんとデクと、そうだな、あと他その他、その他しかいないんですよ。カエルとかカエルとかね、あのボブとか、その他しかいないんですよ。なんで本当にもうエリちゃん頑張ってほしいですね。いや生きていや生きて、あとそうだよね、そうなるよね。39巻いつ出る？わかんない。でもね、なんかね、めっちゃ後って聞いた。10月上旬とかだった気がする。ちょっとあんま細かいこと覚えてないけどね。まだまだですよ、多分。なんかピクミンやってるんだけど。え？ピクミン見てんのか。リーナがスイッチ禁止にしてるんですよ。スイッチリーナのお金で買ったんだけどさ。あの元々スイッチをおじいちゃんに借りてて、 おじいちゃんがねたくさん持ってたから。でもおじいちゃんが定年の年齢になっちゃって、だから暇だからって言ってスイッチを返してほしいって言われて返したんですよ、スイッチで。弟は今までに、今までの誕生日とかでカセットとかをね何個も買ってたんですよ、買ってもらってたんですよ誕生日で。だから弟に残ったのカセットだけで遊べないじゃん。だからかわいそうだなって思ってスイッチ買ってあげたんですよ。だけどちょっとスイッチが原因でちょっと生活がちょっとねダメになってて、弟のなんでちょっと今スイッチをね使用禁止にしてるんですけど、だから多分あれだよね、多分ゲーム実況を見てるんだと思います。ハートありがとう。数学ドリル、ドリルなんてもんじゃないですよ。アウトポスティング、ポスティング、センハーテン、テンじゃない。え、待って、100ってなんていう。100なんて数字めったに使わんからな。え、忘れちゃったリーナ、前まで覚えてたのに。100、100、100、100。え、何、相手がさ、ギフティングしてくださった相手が外国語設定にしてると外国語になるんだ、コメントも。100個ありがとうハート、 Thank you ハート、 Sent ハート100、 Thank you I'm so happy Thank you。 あ、なんか真珠もくれた。真珠はなんて言うかわからん。円、丸、丸、丸、センキュー。 C にいる丸、センキュー。 センキュー、かわいい、ありがとう。たくさん買った人なんじゃない？たくさん買ってもさ、自分で保存してって思わん？好きなんでしょ、何個あってもいいじゃん、好きだったら。運が悪いのかな、悪すぎない、さすがに神様に嫌われてますよね。こんにちは。え、今は中学2年生3年生なんですよね。間違えちゃうんですよ。手紙の中にとどろきくんのシール入れといたけどちゃんとあった、ありましたよ。こんにちは。私もよく中2って言われる。面白いですね。面白い冗談ですね。ちょっとか帰っていいっすか。え、家にいないんですか。かわいいちゃん、ありがとう。ハートありがとう。天使だって。Thank you。 いつもおめでとう、ありがとう。生誕とかそういう企画やってる人たちからだろうね。誰がやってくれてるんだろうね。お花の色として可愛いよね。可愛いよね。結構ね、あ、いや、このサイリウムでよかったって思ってる。結婚仕掛ける1位、逮捕です。また逮捕だ、逮捕です。
和田とどろきくん、そうですよ、本当はとどろきくんいるやん、知らんかったの知らんかったの、赤白をとどろきくんにしてしまう、とどろきくんじゃん、半々の赤白ってとどろきくんしかいないじゃないですか、それ言ったら緑あるかデクもあるやん、うん、ノノノ、ないですないです、え待って、えあるかも、え待って、気づいちゃったリーナ、ちょっと気づくのが遅かったわ、ダメだリーナ、ちょっと目を覚ませ自分、えちょっと気づいちゃった、え待って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 、えこれリーナですよ、あのリーナ、ピンクに赤白にオレンジと緑、えこれ来た来たわ、これピンクリーナ、赤白とどろきくん、緑緑やくん、オレンジが爆豪、えリーナさオリジン組好きなのよ、オリジンって書いて原点って読むんだけど、原点組、オリジン組大好きなんですよ、とどろきくんとミドリアと爆豪、この3人の組み合わせ大好きなんですよ、あるやん、ええすごくない、今思っちゃった、あるやん、オリジン組いるやん、うわーよく理解してますね私のことすごいいるじゃないか、うん、これはもうね、桑田さんと共に玄関に飾っときますねえマジでちょっとびっくりした、今思ったわ、最高っすね、よくわかってます私のことリーナが SKE に推しだよ、ジュイキ最高、あ、リーナが SK の中に推しなの、やったありがとう、そういう人って絶対言わない、まあそうだよね、でもそのくれた人 も入ってるけど、くれた人だけじゃなくてみんなに感謝するもん、だから誰がくれたかなんて分かんないじゃん、だからその人特定で感謝できないじゃん、でもさ名前をあえて出さずにみんなに感謝させてくれるってさ、すごい紳士だと思うよね、そういう人が一番優しいんですよ、ありがとうございます、夏休みいいな、よくないですよ、私夏休みだけど全然仕事ありますもん、写真今勝手に使いづらいからね、どうなんだろうね、いやちょっとそこは私のツイッターに上げた私の写真を使ってください、やっぱ写真あった方がたくさん見てもらえると思うんですよね、私もたくさんメッセージ欲しいもんリアもたくさんメッセージ欲しいもん、 SK はファン有志一同、そうねすごいよね、生誕委員はふわっとさせておくのがオタの美学です、すごいよね、結構すごいよね、なんか本当に大人の余裕を感じます私これからもよろしくお願いします、誕生日ハブった罪は大きいですよね、大きいよ本当に、大きすぎるぐらい、3人でプレゼント交換とかするの、まあ、普通にプレゼント交換っていう概念じゃないんだけどね、普通にプレゼント渡してもらうって感じです、ついうっかりじゃ済まないですよ、そんなね言い訳っぽくしてますけど、うっかりじゃ済まないですよ、まあもちろんね分かってると思いますけど、うっかりじゃないですよ、そんなねそんなとぼけないでください、まあ、これからの人生は分かってますよね、他の面に目移りしてるとワイのことをリーちゃんがずっと覚えてくださると聞いて、どういうこと、目移りしてると覚えてくれるの、いや私目移りしてない人の方が覚えやすいですよ、この前の公演自己紹介 MC 並んで9月20日生まれトリオだと思ったよね、あそうだよ、だからトリオじゃんってなってなってた、戻ってきた、そのままあんたがなんか言ってたなんか言ってたんで、本当に SK 好きですか、手をつなぎながらという曲を次やるわ、やってください、でもさそれさちょっと聞かせてくださいよ、
自分でやって自己満で終わらしちゃうのもったいなくないですか。ハートありがとう、フォローありがとうございます。そこは押し引かずにやっぱり押し引けないっていう流れで予想してたのに予想しないでください。今日って何時まで配信する？5時半までには絶対終わらします。5年間認知され続けるとも言える。まあねまあね、悪い方の認知は嬉しいですか。リータのシャメ会は制服ですか体操着ですか。体操着ではないけどセーラー服着ようかなって思ってます。制服ですね。今日は何の日。バリに桑田さんのメール楽しみなんだよね。桑田さんね、本当に脱走しようとしてる。ちょっと今度見せようかしらでもうちの桑田さん、なんか一匹ね角折れてるんですよ。ハサミがね折れてるんですよね。受験が刻一刻と近づいてるね。本当に無理私も末っ子、末っ子っぽくないですね。ドドラキ君はあの家庭環境で愛想されたからしょうがない。まあそうですよね。ちょっとね、あのすごい甘えてくる世界線のトドロキ君も見たかったですね私はあのファンとしての意見ですこれは。やっぱりいろんなトドロキ君を見たいですよね。まあでもトドロキ君っていうのが世界に広まってる時点でもう私は優勝なんですよ。まだにシーズン4見てる。シーズン4なんてもう分かんないよそれ。まだねハマる時期じゃないです。キャンプのお供にトドロキ君、いやもうあの生活のお供にトドロキくんです。一家に1台、いや一家に3台ぐらい欲しい。リーボー俺もタンプレ送る、ありがとう嬉しい。正義は一つではないから。そうですよ、いろんな正義があるんですよ。ケンさんこんにちは。こんにちは。 SK48 研究生のリーちゃんこと杉本リーナです。14歳の中学3年生の大型ネズミ年です。サイリムカラーは赤ピンク白の3色です。ぜひ次会った時はこの3色を振って応援してくださると嬉しいです。フォローコメント、そして東海握手会ツーショット会の締め切りが9月1日なのでもう迫ってきてます。9月16日のツーショット会はなんだっけ、何着るっけリーナ生誕ティーかな、生誕ティーです。10月21日は合ってるよね、あと君の瞳に感電中の衣装を着たいと思ってます。ぜひ来てください。特に握手会がおすすめです。握手恋人つなぎしながらあれですよ、一緒に喋れます。なんでお得ですね、来てください。あ、すごい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 、吹っ飛んでる吹っ飛んでるそして戦争起きる、まあしょうがないよね。家に帰宅した、お疲れ。今の世界みたい。そうですね、まあね、どっちもねやっぱり正義だと思ってるもん自分が。どっちもね、どの世界線でもさ、自分が思う正義と相手が思う正義があるんですよ。でやっぱり正義だって自分が思ってるんだからさ、その正義を悪にはしないでしょ自分で。だから難しいんですよ。結婚してかけ1逮捕です。人って変わっちゃう。そうだよ、自分も変わりました。いつの間にかね、赤ちゃんの頃はさ、桃にもさ、桃100だったかもしれないよもしかしたら。赤ちゃんの頃ギャーギャー泣いてさ可愛い男の子だったと思うよ。嘘もつかない、とぼけない、純粋な可愛い男の子だったと思いますけど、今の自分鏡で見てください。人の誕生日を覚えずに省いて確認せずに投稿、そしてリーナがリーナいなかったよねって言うととぼける、嘘をつく人間ですね。ちょっとね、あのぜひともエリちゃんにあの赤ちゃんの時代に戻してほしいですね。本当にダメですよ、本当にもう変わりすぎですよ。別に赤ちゃんの頃知らんけど、でもみんな赤ちゃんの頃はさ可愛いんだって、純粋でさ、嘘もつきません、つけません。本当にね、赤ちゃんになってくださいみんな、もっとね純粋になってください。
スケンさんオンリーワン。結婚してかける10。吹っ飛んでくの阻止で。ちょっと紙ね、ちょっと空気読んでほしい。ちょっと紙さ、空気読んでさ、ね、張り付いててほしいっていう気持ちですね。やっぱりリーナの髪もちょっと空気読んでほしいっていう感じですよね。風量が強すぎるんだって。本当に忘れられた爆豪かつき。違いますよ、みんなさ38巻まで読んでないから分かんないかもしれないですけどさ、ちょっとこっからもちょっと一旦、ね、ネタバレなので、ネタバレ言うときこうしましょう、こうしておきますね。その時だけ皆さんお届けしましょう。そう、爆豪かつきくんは心臓が爆発するんですよ。すごいグロいよね。うん、そうです、バーンとなるんです、なっちゃうんです、しがらき戦で。なんで実際今戦力になってるかっていうとなってないんですよ。やっぱり動けないから。なんで忘れてるわけじゃないよ。でも戦力になる人をあげたから、爆豪かつきは今は戦力にならんって意味であげてないだけです。はい。えらい、ありがとう。ゲームを禁止するのは良くない教育。え、違いますよ、別にスイッチ禁止にしてるだけで、スマホとか全然いじってますし、 YouTube も見てますよ、全然自由です。今日の髪型かわいい、かわいいっしょ。かわいいっしょ。ゲームは1日1時間とかがとかか、いやそんな決まってないんですよ別に。優しいお姉ちゃんじゃん、へそ隠さなくていいのって言ってる人と同じ人ですか。でも別にね、意地悪でもないかもしれんって思ったよ、メール送って。おじさんが何でも買ってあげる、何でも言ったね。じゃあお家ください。お家ください。本当に何でもって言ったらそれぐらい言っちゃうよ。まあ私が今一番欲しいのは、そうですね、二次元に行ける何かが欲しいですね。ハートありがとう。手をつなげながらという曲をやってきた。え？なんか言い方的に多分手をつなぎながらの曲知らんじゃん。え、一発で覚えるとかそういう感じですか？一回聞いてみたいな。日本語できるので英語大丈夫。あ、そうなの？頑張って頑張って読んでたわ。読んでた？英語やってたわ。実は留年したの。どういうこと？アリーナ。してないです。中学3年生です。相性良くない？リーちゃんこんにちは。あのさ、ちょっと一つ言わせてほしいんだけどさ、メール読んだよリーナ。愛ないって言ったやん、リーナがさ、くるみんとコラボ配信した時にコメント読まれなくて。でもさ、別にみんなの名前、みんなのコメント読んでるわけじゃないんだよ。くるみんとの配信の時もさ、全然たくさんの人読めなかったよ。本当に一部の人しか読めなかったし、別にコメント選んで読んだわけでもないし、たまたまあったコメントを読んだだけ。その時はいつもは基本的に全部読んでるけどさ、くるみんとの時は本当にもう話に夢中だったから、たまたま見つけたコメントを読んでただけだから、別にね、愛がないって話とはまた違くないって思ったんだよね。あと一回読まれないだけでさ、愛ないは違くないって思ったよ。実際に本当にリーナのこと好きだったらそんなコメントすらしないと思う。コメントっていうか返信だってさ、その愛ないっていうコメントを見てリーナがどう思ってるか分かってます？リーナ愛ない、愛渡してるよ、愛ちゃんとあるし考えてるし、愛あげてるつもりだよリーナ。なのに愛あげてるのに愛ないよって言われたら、え、それは違くないって思っちゃうんだよ。だからこっちの気持ちとしては全然愛ないって言われて嬉しいはずないのよ。でも本当に好きな子に愛ないって言いますっていうのは結構前から思ってました。私、相性良くないじゃないんですよ、相性とかそういう問題じゃないし、たまたま読めなかっただけなんですよ。まあ、読めなかったのは私が悪いですよ。でもそもそもアイドル
のショールームってみんな読まれてるわけじゃないし、読まれた方が奇跡なんですよ。なんでちょっとね、それは違くないですかって私は思いました。やっぱりちょっと思っちゃったちょっと言うか言わないか迷ったけどさ、ずっと思ったんですよ私。逆にリナが聞きたいよ、そっちに愛ありますかって。リナからしたら全然愛感じないよ、リナは愛渡してますってだけです。中学中3だよ。ぶちかわいい、ありがとうじゃあぜひ来てください。発音はすごくいいから帰国子女なのは本当なのね。そうですよ、嘘つきません。こんにちは、兄ちゃんパジャマのサイズ M ですか。どうだろう、どうだろう、 L は絶対ない、 S か M、 基本的にぴったりなのは M ですかね。桑田さんとの親睦度を深めるのがこの夏の課題。来たばっかなんですよね夏終わるし。真珠ありがとう。私の誕生石はパール真珠です。あ、パール、パール、すごいじゃん、真珠いいよね。結婚式かけるうち逮捕です。気づいちゃった、気づいちゃった、わいわい。何に気づいちゃったんですか何に気づいちゃったんですか。あれですか、リナのそのあのお花のやつですかあ、すい、つゆちゃんの缶バッジ持ってる。おお、つゆちゃん好きですか。うん、ぜひともつゆちゃんのカードをねあげたいですふふ桑田さん玄関にいる、そうですよだからいや虫嫌だって思って頑張って早く玄関に入っても中に虫いるってやね杉野ちゃんヒロアカがお好きなようですが、実は私はちいかわにドハマりしてる。ちいかわって何ですか、アニメですか。あ、早く12期生誰が合格してくれるかな。もちろんリーナは11期の好きなメンバーの一人でもある。ありがとう宿題もう終わった、終わってないですよ。みんな定期的に私に宿題を思い出させますねその調子で頑張ってください。あのリーナも思い出さなきゃダメなんで、しっかりじゃ済まない。そうだよ、誕生日忘れるのは絶叫案件ですか。ダメだよ本当に、誕生日忘れるはもうナッシングです。ニータの写メ会は体操着で決定なんですか。そんなの一言も言ってないです。セーラー服、あ、写メ会、ツーショット会、ツーショット会は私は君の瞳に感電中の制服衣装とあと生誕ティーです。体操着は着ませんね姉ちゃん突然だけどスイカには塩かける派ですか。かけないですね、でもリンゴにはかける。9月20前後に2じゃないよ呼ばれればホールケーキ、ケーキ食べたいでもリーナチョコしか食べれないんだけど9月20日トリオの MC は超面白いよね。あずあず大変そう、あずあず大変そうですよね40人のクラスで同じ誕生日が1組以上いる確率は 89% もある。そうなんだ、すごいね。でもリナも結構ね9月20日生まれ何回かダブったことある。うっ、コメントがちょっと最新のコメントに行っちゃった。ちょっと前の読んでたのに、ちょっと待って、近づいてきた、あ、戻ってきた戻ってきた。アザーズより3歳若い。あ、誕生日迎えたらか、そっか。でも3歳しか変わんないんだ。なんかさ次18歳って聞くとさめっちゃ離れてるように見えるけどさ、
別に3歳しか変わんないのか。リーナももう大人じゃん。電車の揺れが睡魔を誘う。え、わかる。電車ねマジで寝るよね。いやこの前さ電車寝ててさ、あの持ってた日がさ落としてさ、携帯も落としてさ、なんなら一回お弁当落としたことあるよ本当にやばい。あのね、みんなからの視線が一番痛いのよ。傘落とした時も見るやん、みんなチラって。あれがもう本当にごめんなさい、本当にごめんなさいって気持ちで疲れてんですよこっちも。で携帯落とした時も申し訳ないじゃん。弁当落として、たまにさ優しい人が助けてくれるんですよ。あ大丈夫ですかって言ってさ、ティッシュでさやってさ、ゴミ捨ててくれたりさ、本当に優しい方がね手伝ってくれることあるんですけど、本当に申し訳なくて私が勝手に出て落とした弁当を拾ってくれて、だから本当に分かります。睡魔誘われますよね電車って。リーナの兄弟で誰が一番髪長い？リーナですね。大型ネズミだし。そうですね、あのでかい方の大型じゃないですよ僕もそろそろタンプレ探すか。なんていうのこれ、工事校みたいなでいいですか？え、それあれでしょ、辞書みたいなやつでしょ。いや絶対やだ使いませんよそういえば東京のコンサート発見したけど D 列の上手側。おお、え、めっちゃいいじゃん。なんかみんないいね、よかったね。写メ会はセーラー服やと。セーラー服ですよ。ああ違う違う、普通の制服です。 SK の研究生はプレゼント送ってもいい、いいんですよ、待ってますほらありがとうございます。恋人つなぎじゃなくて普通の握手をリクエストしても大丈夫。大丈夫ですよ。サックも恋人つなぎですか？え、わかんない、サック多分違うと思う。弟はまだ純粋なの？まだまだ純粋ですよ。赤ちゃんになってコスプレして東海に行ってもいい？別にいいですよ別にいいですよ。兄ちゃん今日は前髪とか貸さないの？出さないのかな？だが抜けてんのかな？出しません、いやだ。冷房ない、この部屋ね、ないんですよ。幕後とどろきくんは帰ってくると信じてる派。え、あ、え、なに、とどろきくんはまだ死んでないよ。あ、でも爆豪くんはね、え、でも絶対帰ってくると思います本当に。だって言ってたもん、堀越先生が爆豪くんにはめちゃくちゃすごい出番が待ってますみたいなことを言ってたから、死ぬのが出番じゃないじゃん。だから絶対これからあるんですよ私も信じてます。これまた可愛い子が境に入ったもんだ、ありがとう。押すなら今ですよ家欲しいんだ。いや家欲しいですよ。タイさんのマンションちょうだいレベルマンションちょうだいって言ってたの14歳で欲しいものがお家。お家欲しくない？何個あってもいいよねやっぱり。リータンが免許取ったら車買ってあげるよ。あ、プレゼント1万までだった。あ、でもね、車ね、あのリーダーが免許取ったら、あのママから譲り受けるっていう契約してます契約してますよママと。譲り受けれるよねってリーダーが言ったら、まあ別に車そんな乗らないからいいかなって言ってましたシルバニアファミリーで、シルバニアファミリーのうちは使いません別に本物ですよ本物。タワー丸ごとあげる、嘘嘘ですね、分かりますよそれは君の瞳に関連中という曲をやってきた。ドラムの入り組み方がむずいというのが俺の正直な感想みたいなとこあそこは絶対むずいでしょ分かる、初心者でも分かります。兄ちゃんの話聞いてきたら興味出てきたから広く読んでみようかな。え、マジで？でもアニメ見た方がリーナ的にはおすすめ。やっぱりさ、漫画とか単行本ってさ、戦いのシーンとかね、ちょっと描写が伝わりにくいのよ。
個人的にはアニメの方がおすすめです。読まれなくても気にしてない、ありがとう。コメント広げてるだ拾ってくれるだけで自分でも拾ってくれるだけでも自分はありがたいから欲しいなってる。よかった、読まれたらラッキー。曖昧ミー、曖昧ミーってあれでしょ、あれでしょ、英語のやつでしょ。僕は愛渡したら重すぎるから受け取れないって言われました。重すぎるのは嫌だよ。次17時5分から4曲目、あもう17時50分5分過ぎたわ。やるからしばらくあなたの配信見てる。過ぎちゃった愛について語るりーちゃん、いや愛大事ですよ。46なんてコメントがあんまし、何46って。先輩たちの将来もなんてスルーが安定だから全部読んでくれることが当たり前じゃない。それは本当に自分でも思うよでなんかリーナの配信優しいなって、自分でもね思いますよ。普通読まれないし、自分がさ、もしさ他のショールーマーさんのとこ行ってさコメントやっても絶対読まれない。なのでなんか逆にリーナがそれを当たり前にしちゃったんかなっていうね、後ろめたさはあるんですけど、逆にねリーナがさ当たり前のようにさ全部コメント読むからさ、みんながそれ当たり前だと錯覚してんのかなって思っちゃうこともあるんですけど。フォローありがとう。おいらは愛ある、それの愛を私は感じられないですよ。愛あるって言われるけどさ、愛あったらリーナが悲しいなって思う返信をしないと思うんですよ。兄ちゃんの生誕祭に入った後に大将へ焼肉食べに行きたい。え、行ってよ。焼肉めっちゃ美味しいよ本当に。私のおすすめは私のおすすめはホルモンかな。ホルモンめっちゃ美味しいよ。あとね普通に大将セットが美味しいです。あとちょっと高めのやつもね美味しいですよ。なんだっけ、日母みたいなやつとか美味しいです。タンもめっちゃ美味しい。タンめっちゃ美味しい本当に。どの店舗よりも私は美味しいと思いました。桑田さんとかカブトさんさらにやってきたらどうします。どうもしませんね機会があれば入内島さんに昆虫と仲良くする方法を聞いてみては。そもそもリーナ触れないんだよねチークは短編のアニメ、アニメなんだあれ、知らなかった。進学できますよね。いやしたいよね本当に。愛が届くように結婚してかける10うちを振りまくります振りまくってください。三吉さんが買ってくるケーキでチョコケーキはあまり見たことないかも。じゃあちょっとみんな言っといてください。もし9月20日付近でリーナさんを招待するのであればチョコケーキでお願いします食べれません。その場でさケーキ食べてくださいって言われてもさ、ちょっと一旦スポンジだけにしてもらっていいですかって言っちゃうよ絶対スポンジ部分しか食べれないわ。今日は何してた？俺は適当に出かけてた。リナは普通に勉強してました。宿題が終わってなくて。よく電車でガチ寝できる。違うんだよ。いや自分もね本当はガチ寝したくないよ。全然したくない、したくないけど、ガチ寝しなきゃいけないほど疲れてるんですガチ目にね、学校行った後に、なんならその学校で体育があった後に早退してリハをさ何時間か受けた時とかさ、帰り本当にきつくてめちゃ寝ちゃうんですよリーナも寝たくないから何回も起きますよ。起きるけどねやっぱり睡魔に襲われて毎回寝ちゃうんですよちょっと本当にね、これはねマジで自分が寝たくて寝てるわけじゃないんです。目が勝手に閉じるんです。耳聞こえてますガチで本当にね。一回さ学校で水泳あるやん、で水泳してからさそのまま早退してリハに行ったことあったんだけど、やばい、水泳ってめっちゃ疲れんのよ。めっちゃ眠たくないの水泳の後だから本当にもう行きも帰りも眠かったです。
広辞苑読めなかったからぴったり、習ってないので読めなくても大丈夫です。15歳になったらあなたにタンプレットして辞書送ろう。なんでみんなそんな辞書送りたいんですか。私別に辞書好きじゃないですよ。写真から見つめ合いチャレンジしなきゃ。あ、すぐ阻止ですね。阻止の写真たまりまくりますよ。東京の夜公演だけ行くけど笑ってしまうくらいの後方でした。体大きくても見つからないと思う。マジ、まあ、愛をね、愛オーラ出してれば見つかります。アニメばかり見てて目悪くならない。あ、テレビで見てるのでアニメ遠いんですよ。大丈夫です。そんなこと言ったらさ、いつもリーナの配信とか見てくれてる人も目 悪くなりまくりですよ。それ桑田さんたちにヒロアカのキャラ名つけたら好きになれるんじゃない。いや、やだよ。逆にヒロアカの方になんか桑田意識が乗っちゃう。しけんさん、はじめまして。お家には桑田さん必要。別に必要じゃないかも。時間だから次グッドタイムミュージックという曲をしてくる。頑張ってください。知らないな、リーナ。君の瞳に関連中は昭和っぽいけど、リータの昭和のイメージは昭和のイメージ、なんかもう映像が思い浮かぶんですよね、白黒の。あとあれですね、あの歌番組のさ、荒い映像とともに歌ってる歌手の方が歌ってるみたいなのが想像できます。電車の隣の席が JC さんの2人連れで、この配信見るのが辛い。それは面白いね。なんで JC さんって分かったんですか。ヒロアカのアニメって何話まである。木で言っていいですか。シーズン6まであります。でもたくさん読んでくれるのがリーナの良さだと思う。ありがとう。ヒロアカのアニメ140話以上あった。あ、そうなんだ。イチボ、え、リーナなんて言ったっけ。ニチボって言った。イチボとか、あ、ハラミめっちゃ美味しいよ。イチボ、ハラミ、ホルモン、タンはもうやばいです。あとね、大将ってあの他の店舗と比べてズバ抜けて美味しいって思ったのが、鶏肉、豚肉とタン、ホルモン、マジでやばい、やばいです。正直、イチボとかは他の店舗に売ってんのをあんま見たことがないから、大将のしか知らないんだけど、味は、まあ、普通に美味しいんだけどね。タンとかはさ、たくさんあるやん、他の店舗にも。タンめちゃくちゃ美味しい。あと豚肉と鶏肉は本当に多分ね、どの店舗よりも美味しいですよ。別次元すぎる。超柔らかいし、なんか、え、これ豚なのって思った。マジで、え、一回食べてほしい、本当に美味しいよ。マジで、ね、牛肉好きだけどさ、豚肉とかめちゃくちゃ美味しいなと思って、ちょっと豚肉の良さに改めてね気づきました。みんな最初の頃は全読みするけど、だんだんほどほどに読むくらいになる。慣れてくるんですよね。12日は最善から見れて嬉しかった。ああ、最善だったね。よかったよかった。推しには配信やってくれるだけでも幸せ。ありがとう。なりや推しじゃないかもしれないけど。対象セットに了解。え、マジおすすめよ。え、ランチ行ってほしいな。焼肉ランチ A、B とかあるから、マジ美味しいです。好き嫌いは許しません。いや、許してよ。あるでしょ、君も好き嫌い。チョコのホールケーキでお願いします。え、マジでチョコ。リータは毎日頑張ってて偉いさんだよ。ありがとう。誰かに口調が似てる。お弁当落とすのは相当疲れてるんですよ、本当に。昆虫番組で虫に触りまくったさやさんの代わりにリーちゃんを出してみたい。もう触れない。多分ビビって多分割り箸とかで触ります。東京公園の発見行かないと。え、教えてくださいね。寝る子はよく育つ、よく育ちます。でも私寝ないんですよね、そんな。リーナ組はアイスサービスとかありますか。何アイスサービスって。水泳の後は夢の中でも泳いでそう。ねえ、マジ、ね、水泳好きじゃないからさ、夢の中で泳がん。リハ中に夢の中に入りそう。あ、でも入ったことないかも。やっぱりさ、踊るとかだからさ、踊ってる途中に夢は見ないんよ。辞書ならセンスいらないから自分でもプレゼントできそう。辞書を渡すっていうのがまずね、センスなのよ、それがね。それが一種のセンスあるかないかに関わるんですよ。
9月20日、3人いるから年齢的に収録になってしまうだろうけど、3じゃないよでもある、3じゃないよの方が年齢的にリーナ出れなくない？毎回何も言わないのに素子の写真撮るやん。ちょっとね、見つめ合いは嫌です。生きに眠くなるのは水泳関係ない？いや、あるよ。え、本当に水泳って本当に眠いですよ本当に。兄ちゃん見てると視力が回復する。よかったじゃん昭和白黒じゃんね。幸せだったら消費税もなかった。え、リナさ、あの100円均一ショップがさ、消費税 5% だった頃覚えてる？あったよね。え、なんかマジ懐かしいわ。 0.8 とかさ、うわ、今なんて 1.0 だよ。消費税10だよ、 10% だよ。もう本当にありえない本当にありえない。 10?0.1 か。 1?1 じゃん。1だね。今が 0.1 で、その前が 0.08? 0.05? になるのかな。1だったらおかしいもんね。全部だもんね。みんなバブル時代に行きたいですバブル経済時代に行きたいですね。38巻の最後見たら何話か分かるんじゃない？え、そんなの書いてある？でも38巻まずアニメになってないから分かんなくない？指定ジャージに学年が書いてあった。そんなとこ見るなよそんなとこ見てるダメですよ、それロリコンですよ。わい、お肉は岩塩でいただくタイプです。あー、塩？そうなんだ。でも塩ありますよ、岩塩置いてある。大将はマジで美味しい、他の店に行けなくなるでしょう。え、本当になんかパパが運営してるからおすすめしてるわけじゃなくて、単純にね、ファンとして おすすめしてるんですよ。私マジで美味しいです、本当に。だってさ、お肉の人がいるなんて言うんだろう、お肉を扱ってる人が実際にいるんですよ。お肉のプロがお店にいるんですよ。だから本当にいいお肉しか使ってないんですよ。意外とあるな。でもワンピースよりはマシ。そうですよ、タン美味しいよね。何時もやってるんだ、17時からしかやってないと思ってた。全然興味も持ってないじゃん全然興味持ってないじゃん。ちゃんと調べてください。大将行きたいけどセントレアからは遠くて、ね、でも本当に行く価値ありますよ。モンブラン好きです私。好き嫌いを年取るたびになくなる。え、そうなんだ。風呂シャワー浴びてきました。いいな、アリーナも浴びたわ2人目のアクスタ被らず揃った。え、リーナ見たよそれ。え、やばくない？え、リーナの運取りました本当に。え、取ったよね。リーナないんだけど、大川さんで使い切っちゃったから。キムチも美味しいの。キムチはリーナがそもそもキムチ好きじゃないからさ、あんまり好きじゃないってか普通だからさ、いつもキムチ好きの妹に渡してるかもキムチはちょっと食べたことないですね。とりあえず福岡でお守りとポチャコの限定キーホルダー手に入ったから送っとく。ありがとう、楽しみにしてます。9月20日サクタンしか覚えない。サックは好きなんだね。リーナのことはお前呼びなのにサクタンって呼んでるんだね。へえ。先輩は新幹線で過ごして京都まで行った。すごいなすごいね。誰も教えてくれないの？小学生の頃に 3% の消費税が始まった。え、 3% って今よりマイナス 7% じゃん。羨ましい。本当になんか、え、でもリーナ平成が一番好きなんよ。まあその他の時代を令和しか生きてないからもそんな分からんけどさ、もうリーナ平成しか勝たんでしたね本当に。
平成の頃って本当になんかもう生活豊かでしたよ本当に。今はもうね、もう生きてるだけでも今はもう無理ですよ本当に。生きてるだけでも精一杯ですよ。リーちゃんを見てなんか言葉にできぬほどの可愛さが見えてきそうな予感。え、なんかリーちゃんって呼んでくれた。いつもあいつとか呼んでるのにリーちゃんって呼んでくれた。ありがとう。やった、見えてきそうな予感。まだ見えてはないので。まあこれからですよね。見れば見るほどハマっていく的な。昭和は車の窓開けるのも手動。あー知ってる、リーナ一回手動の車乗ったことあるよ。なんか回して開くみたいな。ハタゴンさんの時代。え、ハタゴンさん昭和じゃないよ。え、違うよね、昭和なの。昭和か。え、そうなんだ。え、じゃあさ、え、なんかさプロフィール書くときにさ昭和何年生まれて書くってこと？ハタゴンさんが？見えない、本当に見えない。本当に見えないわ。ワンレン、バブル期に流行った髪型リーナが見れるのか。え、なんかわかる気がする。あの赤いリップとかさ、なんか赤い服装でなんかこうやって髪かき上げみたいなやつ、もしかして。大将一人焼肉できるかな。できますよ、カウンター席とかあってお肉焼いてもらうこともできます。年取ると肉より刺身とか お寿司が食べたくなる。あーね、そうなんだ。私と年取ってないと分かんないですけど。リーナ多分ずっとお肉です。もう人生お肉しか食べてないので。最後の5曲目は我に返り優しさとして思い出としてという古い曲をしてくる、してきてください。いいね、毎日ドラムしてるんだ。裏メニューのたたきユッケ丼マジで美味しかった。知らないんだけどリーナ。たたきユッケ丼なんか知らないリーナ。何それ。大将ってどこにあるの、今度行ってみようかな。調べてみてください、トヨタ大将。あ、でもちょっとリーナのファンとしてはあんま行かないでほしいです。恥ずかしいから。普通にリーナちゃんが好きでじゃなくて普通にお肉を食べに行ってください。別にパパに話しかけてリーナのファンなんですよとか言わなくていいから、言わなくていいから普通にお肉を食べに行ってください。そうか、リーナちゃんは消費税ない時代を知らないんだよね。知りません、そんな。いつからできました。もう本当に本当にさ、何、消費税って何ですか。いらない、本当にいらない。消費税ってもういらなすぎます本当に。いりません。だってその消費税があれでしょ、議員さんとかのさ給料になるんでしょ。別に議員さんとかの給料になるのはいいですよ。まあたまにね寝てる議員さんとかがいるのはちょっと目立ちますけど、でもちょっと 10% はやりすぎじゃないですか。私のお給料なくなりますよ。バブル期はめっちゃ給料上がった。そうだよね、なんかなバブル期習ってさ写真とか見たらみんななんか お金なんかこうやってやってるもん、羨ましいわ。そんなんできないよ。自分のなんかわざと手動はめ込みガラス。そうなんだ、わざと手動にしたん。いや今の SK メンバーに昭和いない。あ、いない。あ、いないか。だよね、だよね。え、びっくりしたわ。びっくりしたわ。やっぱりいなかった、いなかっただよね。何歳まで昭和って。でもリーナとママとパパ、リーナのママとパパ昭和だよ。ちなみにさ明治生まれの方います？明治、昭和、明治、大正、大正、明治、昭和生まれって今34歳ぐらい。34歳。あ、そうなの。あ、そうなんだ。今の34歳か。
え、でもそれさ、今の34歳だったら昭和生まれのアイドル全然いるじゃん。でもリーナのパパ40歳だからね。 41?41 だ誕生日迎えたんだった。41歳、ギリ昭和ってことなのか。41歳ってこと。タコさん違うって、ごめん、分かんなかった分かんなかった。サインとか飾ってあったりするグランパスの選手とかありますよ。なんか白鵬のやつもあります。大将ってユッケみたいなのある。ありますよ、ユッケ美味しいです。消費者が払うものではない、ただ価格が転嫁されてるだけ。ダメじゃんそれ、ダメじゃん。じゃあ払ってる意味ないじゃん。え、りなちゃんの生誕シャツ、生誕 T シャツ着ていっちゃダメなの。え、多分ねパパ生誕 T シャツ知らない知らないから別にいいと思いますよでも多分他の人からしたらあの人可愛い T シャツ着てんなって思われます。明治とか100歳超えてる。あ、そうなの。大将、大将、大将、あ、大将、あのお店の方の大将じゃなくて大将次第の大将。充電があと 20% 止まっちゃったまでも100近いの。そうなんだ、最後の方の昭和の人。あ、じゃあ若いじゃん。明治生まれが昭和の見ないね、見ないですねで明治大正が短いのか、大正時代が短いのか。1週間しかない。え、昭和絶対違うよ。昭和もっとたくさんありましたよ。大将調べてみたら、え、りーちゃんのお父さんってなりました。お父さんですよ41歳はまだ心臓悪くする前だから元気に働いてたな。心臓悪くしちゃうの。リーナパワーでね過去の SKE 見ても昭和生まれは4人。でも4人いるんだ、知らなかった。みんな平成だと思ってた。りーちゃん、うちの中学は廃校してた。あ、でもそうだよね、何年か経つとね。りーなちゃんのおすすめできました。やだ、それもやだ。チェックの服でなければ SK ファンだとバレない。そう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 、りーな送ったやんメール。あれさ、実際にさ来てくれてるファンの人がさ、もうファンバレしてたんだけど話しかけたからね。チェックの服着てるらしくて、だからパパが言ってたのよ。大将りーなが行った時にちょっとね、あえてメールでちょっと違う書き方したけど、多分なんか言われちゃうからメールちょっと直してくださいって。普通にチェックの服着てる人がいて、で、あ、大丈夫、全然 SK ファンの人じゃないからって言われて、え、なんで別にチェック着るやんねって思ったら、いや SK ファンの人ね、みんなチェック着てんのよってママ言ってて、普通にあのオタクだからチェック着てるってわけじゃなくて、 SK ファンが実際にチェックを来てる人が多いからリーナが言われたってだけです。じゃあリーちゃんちは持ってく、意地悪ですね昨日スタバのお姉さんに生誕 T シャツ褒められました、可愛いキャラクターですねって言われた。あれさ、アイコンにしてるけどさ、リーナの写真よりあれの方が可愛いんだねって私思いましたよ。リーナちゃん元気のうちに令和生まれの新人さん入ってくるだろうな。やだな、令和生まれとかもうリーナおばあちゃんになっちゃうよ最後の曲をやってきたってことでお邪魔しやした。あ、リーナはあれなんですか、バックグラウンド的な、バックミュージック的な感じですか私の配信ありがとうございます。ところで17時半だけど大丈夫、もうすぐ終わりますね。リクエストタイム足ります。グランパスのユニフォーム着てる。あ、持ってるんだ。持ってるならいいじゃん、本当にグランパス好きだから持ってるってわけじゃん。だからグランパスの話をすればいいと思います。最近チェックは着ない。いや本当にチェック着てる人が多いんですよ。確かに昨日のコンサートもチェックの服着てる人多かっただよね。やっぱりみんなチェック着てるんですよ
杉本さんのファン感出さずに行きます。かっこかっこやめて、ファン感出さないで、ファンとして行かないでほしい。令和生まれが大きくなってきたら平成も昭和みたいな感じで言われるようになるね。最悪リーナがさ100歳とかになった時にさ、全然知らないさ、なんだろうな、トンヘイみたいなさトンヘイみたいな感じのさ、全然知らない言語が来たとするやん。言語はトンヘイですみたいな、知らないけどそんなのが来るやん。来てなんかこうやって見せられるやん。でなった時にリナたち役所とか行ってさ、平成生まれって書くのめっちゃ恥ずかしいじゃん。100歳とかになってさ、平成生まれの杉本リーナ、あ、ペンが持てないってなるんでしょ。やだなやだな。チェックの服着て大将行ったことないよ、間違えてユニフォームで着てたことある。あ、それパパに言われた。普通になんかチェック着てる人が多いらしいよ。握手会用にチェックの服買いに行かなきゃ握手会の時あえてオタクになるの。卒業メンバーの子供とか、あー、ありそう。サッカーグランパス推し、リーナ？グラン？他は知らないんですよね。鹿島は知ってるよ、リーナ。普通にパパの地元なんで。クマポーズ。ふん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 。うん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 。オッケー。基本メンバーやその家族には声かけないから安心して。お願いします。ミッフィーポーズ。うん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 、タイミング見よう。うん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 、 OKBBA、 BBA やめて、みんなより全然私子供ですよ大将赤白ピンクのサイリウム持って行っていいのかな、欲しいなってる。持ってかないでください、隠して。スマイリーポーズください。スマイリーを好きになったのはリーちゃんきっかけ。あ、そうなんだ、それは嬉しい。ふん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 。 OK、 今劇場で並んでるけど確かにチェックの服の人いる。いるよねみんな分かりやすいですね。そもそもチェックの服がたくさん売られている。そう、そんな、なんかチェックの服着てる人ね、あんま若者で見ない気がするじゃあアイコン用の写真ポーズ。ちょっと風やめよう、見られる見られる、風紀が見られる。アイコン用の写真か、前のでよかったのに。うん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 、ちょっと待って、目の調子が悪い。ふん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 、あと何があるかな。ふん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 、オッケー、目が泳いだね。ピースポーズ。ふん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 、熱い、オッケーチェックはタンスに入って、タンス着てはないイチボポーズ、むずいな。お肉、こんな形してるよね、お肉って。ふん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 、食べます。2日は2回公演よ、てつな、知ってます。大将行く時はチェックの服に赤白ピンクのサイを持ってリーナラブと書いた鉢巻きつけるやりすぎあの真逆でお願いします。なんならいつも会いに来るときすらしないのに。行くとしたら SKE のこと全く知らない人と行くえ、でもね、君はあれですよ、全然さオタク見ないのもうね、ハート抱えてる君はさ、本当にもうなんか全然オタクっぽくないのよ。なんか本当に最初トーク会来た時とかも、なんかこういう人もいるんだなって思ったもん。新種だよ、新種新種新種なんですよ本当に。なんかやっぱりさオタク分かるのよ、あ、この人
絶対オタクだなとかわかるけど、マジでオタクっぽくないから、あの大丈夫ですよ普通に言ってマジでマジでオタクっぽくないから安心してください。少し早すぎるかな、星になってる。ちょっと一応もう一回やってくる。ふん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 、あと何がある。ふん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 、オッケー、あ、かぶってた。ふん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 、オッケー。ガチでパパさんのファンだからパパさんのサイン欲しい。本当にファンですか、知らなかったのに。大将おじさんに追いチェック。そうなんですよ、壁車風吹かせて撮ったこともある。ああったね、なんかほん2回ぐらい前のやつじゃない、あったよね。本気出した本気出した。襟付きのシャツは圧倒的にチェック多いよね、わかる。初見さんこんにちは、今日も爆笑配信ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。消費税星ポーズわかんない。星なんだ、消費税何わかんない、何ポーズだ。星になっちゃってる。電車で寝そうポーズ、いや本当に寝るんですよ。いや電車なんかこんなんやるやん、あれでもあるやん、好きになっちゃったのやつね。これなんか電車の吊り橋みたいなやつ、吊り橋なんかわかんないけど、なんか持つやつ、寝る片手で、うん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 、これ寝てんじゃん寝てんじゃん、うん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 、オッケーでしょ、新種に生きてますだよね。え、なんか本当にさ、いまだにさ公園で見かけるたびにさ、これ本当にリーナのファンなのかなって思うもん本当になんかオタクみがなさすぎて本当にファンなのかなって思うもん本当に新種すぎる、新種すぎます。私もオタクっぽくないと言われました。そんなのわかんないけどリーナ。ああ2日の鉄な札幌に起床中だから申し込めない、それは残念ですね。お宅についていくとコンサート会場にたどり着く。そうだよ、チェックの人についていけばたどり着きます。兄ちゃんのパパ大将埋まる、なんだ大将埋まるってなんだ日曜の S 公演が18時半になってる。そうなんだ。自分は街歩いてるだけ、何のオタクですかって聞かれたことあれオタクバレ早いですね。早すぎるじゃなくて下手だった、あ下手そっちの問題か。リクア&15 周年の帰りの飛行機は午後だから大将寄っていく時間あるな。え、ぜひ行ってください。大富豪する、しないかも。釣り竿、釣り竿、え、釣り川、釣り川か釣られてんじゃんね釣り竿って。思わず1時間半も見てるよ。りーちゃん面白い子だよね、ありがとうそんな面白い子に会える、東海とかどうですか帰省、実家故郷に一時的に帰ること、え知ってますよ。りーな間違えました、知ってますよ。ということで今日は配信終わりたいと思います。ちょっと長めでしたがすごく暑いですが、最後まで見ていただきありがとうございました。そうですね、まとめやっちゃうか。一つ目、プレゼント紹介一応ねしたよね。二つ目、ヒロアカ激アツ3つ目、 SKE ファンにはチェックの人が多い。4つ目、そうだね、大将はホルモンタンイチボハラミがおすすめ、あ違う、鶏と豚おすすめ。5個目はどうしよう、暑い、あ東海握手会通称とか来てね。6個目、宿題頑張れ、あそうだね宿題頑張りな。
かな。今日そんな話したっけ。配信中にまとめやっちゃうパターンもある。でもちゃんとあれですよ、メールにも改めてまとめ書きますよ、見れなかった人のためにね。9月16日通常とかに行く。おお、それは楽しみにしてます。来てね、お誕生日祝ってください。来年の生誕 T シャツはチェックにしましょう。チェックに。みんなバレちゃうじゃん、オタクバレしちゃうじゃん。ハートありがとう。りーちゃんの好きなの注文しようかな、ぜひ。ハタゴンさん昭和生まれ、それは絶対ダメ、絶対ダメです。それ違うんだよ、昭和生まれが何歳が上限なのか知らなかっただけだよ。りな、加減、何歳が加減なのか知らなかっただけ。別に違うんだよ、そういうことじゃないです。みんなが言っただけだよ。あと 10% ちょっとケーキはチョコ、あ、それ大事。7個目、誕生日ケーキはチョコで。オッケー、これハトゴンさんの絶対になしでお願いします。本当に絶対ダメだよ、絶対ダメ。みんなが言ったからそれに乗っちゃっただけ。別にリナ思ってない、みんなの意見だよ。ダメダメダメ、全然思ってないです。ということで、え、本当に絶対ダメだよ。なんかこういうさ、言われたら嫌な、言われたら、言われたら嫌なことほどみんなハッシュタグつけてさ言うからさ、絶対やめてよマジで。あの、約束守れない大人はいい大人になれないので、皆さんお願いしますね。ということで今日は配信終わります。それフリー、違う、フリーじゃない、絶対ダメ。ありがとうございました。